はい、それではベースの作成に入りたいと思います。今回はですね、キットをストレートに組んで、それを展示するための台みたいな感覚で作ってますんで、ある程度出来上がってから、全体の構成を考えようかなと思いました。で、僕はよくこうやってカッティングマットをね、引いて、その上に置いて、寸法を割り出していくことが多いです。で、まあ、こっちが正面としまして、こう道があって、ここにね戦車があると、でここにバイクがあって、ここにフィギュアが乗るんですけどね、こう掛け合いがあるという感じですね。で、この奥ここの三角形の地帯が空いてますので、針葉樹を、これまあ筆ですけどね、仮にこういう風に置いてみて、配置してみると。で、結構アルデンヌの森って狭かったらしいので、道がかなり狭い道が多かったみたいなので、木をですね、まあちょっと近づけた方がいいかなと思うんですね。この木がね、こう枝が出てるじゃないですか。それがちょっとここにもう被っててもいいぐらいだと思うんですよ。なんかそれの方が密度感が出て、写真をねこっちから撮ったらまたかっこいいと思うんですよ。木の枝の間から奥に見えるね車両が映ってたりするといいと思うので、これちょっと木を近づけてね、枝ぶりもよくやってみたいなと思います。立体的な構図で言ったらやっぱりちょっと三角形な方がいいと思うので、ここみたいなね、こう大きく一番頂点がこことしたら、まあこう大きくね三角形ができると、安定するかなという気がしますね。この三角形がこう中央に来てこうした方がいいかな。この方がより安定的な構図になるかな。どうなんでしょうね。その辺をこうまあ見ながらね、木を最終的に作り上げて木のボリュームでまた考えていった方がいいかなとは思うんですけど、そうですね。まあそういうことも考えながら、まあとりあえずそのベースのサイズはこれでいけるかなという感じで、この長さがだいたい22センチぐらいかなという感じで作っていきたいと思います。22センチ、30センチと32センチですね。こっちが32センチ、はい。でこれで木材を切り出していきます。